でもらえるんだってよ皆さん、これやった左後ろ一人増えてない。あらばーやりやがったらばいいやるよ。この結果を見ろ神とは。うわ人参かうざいな。トレさん乗ろう。かわいいめっちゃ似合うな。そんな多忙なあなたにこれを頼ただの粉ですよ。何の粉だ。初回は無料。今なんで興奮何のやつ何のやつ何のやつ。じゃあここだからみんなで歌うっていうの。何ちょっと神ちゃん？あ？おはよう。どうも。どうもこんばんは。こんばんは。今起きたばっかり。おはよう。おはよう。見てこれ。あ、人参かだ。そう。なんか市長の計らいでね、4位までだったはずが5位までやるよみたいな感じになって僕ももらえた。うわ。加速とハンドリングえぐい。ちょっと走ってくるよ。いいよ。ほ。え、すごいすごいすごい。さ、これこのままさ、うん、2階の方行こうぜ、病院の。あ、なるほどね。おはようございます。あ、皆さんおはようございます。誰もいないやん。いなかったな。おはようございます。神友出勤。おはようございます。おはようございます。そうだ、すいません。大丈夫か。左腕にかなりの痛みがあります。1週間ぶりに街に来たからちょっと大丈夫かな。はい、バッチリです。良くなったと感じてます。はい、コックさん、マレ肉屋で体験バイトしてます。あ、はい、マレ肉屋また新しい人雇ったんだ、頑張ってください。そうだろう。ありがとうございます、うん、はい、まあ、まず大事に。お大事に。お大事に。そういえばだよね。はい、そういえば神友くん、これ見た？グループチャット。見た。下から3個目。あ、そんなに見てない。なんだろう。お知らせ。下から3個目。はい、はい。ランク3以上の個人…あ、え、あ、神友くんはランク何ですか？あ、3です。ということは、あ、俺くれるんですかこれ。そうだよ、よかったな。実はもう用意されてるんだ。これじゃあナイチンの下を使っていいかな、はい、じゃあもうカスタムしに行っていいから。あ、みなさんもじゃあその下。あ、みなさんもランク3じゃないでもらえるんだってよ、みなさんこれ。やったやった。神友くんとみなさん、はいはい、おで。もう別に今暇だからカスタムしに行ってもいいし。ナイチンさんのすぐ下俺名前変えちゃいますね、みなさん。はい、オッケー。で、カスタム代全部経費で降りるから、でね。うわー最高。ーカスタムって見た目だけお願い。おお。よいまいお願いします。了解。フルカスしていいですよ。了解。出たよ。はい、直します。しっかり伊藤くん見て、俺のパトカー。パトカーじゃないや、なんだこれ。いやでもダウンしてんねん、こっち。ダウンしてんねん、もういいよ、それは。何何何何何、ダウンしてん、ダウンしてん、ダウンしてん。いや、ガミともペイに見せてやる、ここで。いや、もうダウンしてんねん、俺。ダメ、ガミともペイに見せてやる。誰がダウンしてん、ペイに見せてやる。いや、俺がダウンしてんの、どう考えても。ペイくんがね。ガミともペイに見せてやる。おい、どんぐりさん、黙ってろ、あんたは。ちょっとね、今日どんぐりさん調子悪いわ。重曹あるじゃん、何が起きた。次元対応してんだよ。この服見てわかんねえのか。ふう、ありがとうございます。署に送っていく感じ。はい、お願いします。ってことは俺のパトカーじゃないや、救急車だ。やった。はい、ずっとパトカーって言ってるけど違うよね。救急車救急車。自分のライデンが手に入ったってこと。そう。あ、ヘスティも言ってたな。よし。色自分でつけたの。まだ改造してない。最初こんな色なんだ。そう、これで葵さんのパトカーと伊藤くんのパトカーと3台並べて撮ろうぜ。なんで葵なのかよくわかんないけど。いや、で葵さんお世話になったから、やっぱり。ああ、そういうことね。そうそう、俺が真ん中ね、じゃあ。そうだね。はい、じゃあまた、ありがとうございました。はい、じゃあね。なんで。ああ、そういうこと。すいません、すいません。ほら、一回落ち着いたし、あれしてきたらカスタム。カスタム。あ、そう、クイヨー来年中さんの見せたら泉号できたと思います。あ、私え、あ、もうカスタムしてあんの。はい。その色、この深い青緑が好きなの。そうですね。イズミンライデンになってる。いいでしょう。ガミンはどんな感じにするのかな。いいね、そう、なるほどね。みんなそれぞれなんか決まってます、色とか。いや、色何色にしようかな。あ、誰かに任せるのありだな。
見て左後ろ一人増えてない。ほんとだ。この一瞬で早技よ。ほら大きさも、大きさもぴったりじゃない。大きさもかわいい、かわいい、かわいい、いいじゃん。じゃあ鉄オカー、これ何だこれ。あ、出た、誰でも鉄オカーだ。なんかやってんの見たらいいだろ。本当だ、鉄オさんの。おい、一人の乗れや。やでお前、お前の下半身いらんって。乗ってみろや、一回や。鉄オさんの下半身になりますよ。で、俺こんなもっこりしなきゃいけねえんだよ。乗れ乗れ。鉄オさんの下半身になった。女性もなるのかな。マジでぴったりなんやな。ぴったりだ。鉄夫さんの下半身だ。すごい。レイスティンガーってなってるやん。レイスティンガー、はい、反応しちゃダメだ。え、なんでもない。あれでくっ、なんでもしてますよね。ハリケーンソニックガーンいかれんだ。ダメだね、無視して。あれは見殺しにしよう、あのタヌキは。ねえ、フォークリフトだね。こっちフォークリフトついてますからね。すごいよ。レイスティンガーだとあれ2本じゃなくて1本ですけどね。確かに、うん、あ、ダメだダメだダメだ。え、なんだっけ、ジゴスパークじゃなくてなんだっけ、もう後に出てくるなんか、それより後に出てくるなんか、ブロッケンジや、ブロッケンジ、ブロッケン、いや前にモーターあるやつかっこいいけど、フロントモーターシステム、もうダメ、絶対ダメこの話。ずっといるなぁ、メキ。ここにこれはメキ何してんの。デートで、デートメキメキしてるんだ。何があるんだここに。なんか家みたいな。友達と何が違うんですか。難しいんだよね、だって友達だって大切だし、うんうん、好き同士理解し合、お互いにも伝え合っちゃったらもうそれは付き合うってことなのかな。うん、それはそう。でも別に友達だってさ、好きは好きでしょ、うんうんうん、もうあれだと思うよ。あれどれ。あれか、あれあれを思うかどうかじゃない、やっぱ。あれあれって何。ちょっと子供には言えないかな。あれってなんだろう。あれあれって何。えあれか。いや、まあそうだね、あれだよ。あれあれは食べ物ですか。部分的にそう。どういうこと。あきれたまた、また桃海先生と見に行く。いや、えらい目にやったぜ。なるほどね。ちょ、おろしてくれるかやりましょう。バチボコに打たれた。おバチボコ、うん、ナイスファイト。バチのボコです、それ。ガミ友の彼女に打たれたよ。誰ですか。ガミ友の彼女か。いない。なるほど。彼女できたんですか。ヒノラに打たれた。彼女じゃない。彼女できてない。じゃあ、車出すね。あなたの、はい、出してください。低熱。イエーイ、マイ救急車。はい、帰るよ、みんなで。はい。ヒノラに打たれたって、フレンドリーファイヤー。ああ、そう。まあ、車線かぶっちゃったからね、仕方ない。僕前出たら打ちたくなるよ。引きたくもなるしな、もう引くなよこれで人。アマンバーやりやがったらいよいよ。この血行見ろ、神と証拠がしっかりついてるだろ。ないないない、血行見えない、血行見えない、血行見えない。弱っ弱っ弱っ、今ので座礁。行って左足怪我した。大丈夫かべ。今ので座礁マジ。痛い。ごめんね、遅くなって。こんばんはだよ。藤子さんじゃない？藤子。あ、藤子さんだ。あ、衛生外って書いてある。ごめん、事故った、はい。衛生外の人はここで治療します。ありがとうございます。はい、気になさらず。よいしょ。いや、もう元気だね。はい、今日はね、いいことがあったんだ。うわ、何やったの。衛生外に教えるわけねえだろうがよ。そうかそうがー、ありがとうございます。マイ救急車が手に入りました。お、
はい、やったね。今度ダウンしたらそれで迎えに行きますんで。じゃあたくさんダウンします。はい、いいのか、そこ救いに行きます。ありがとうございます、はい、お気をつけて。はい、ありがとう。はい、今日も頑張ってね。はい、頑張りましょう。はい、ありがとう。はい、どういたしまして。うわ、ガイの性能がとんでもないです、これ。ちょっと待って。うわ、人参かわいい、ダイナー。トリオさん、乗ろう。かわいい、ちっちゃいのかわいい。俺もそれだけを確認してさ、乗ってみたんだよ。え、人参か乗っていい？最強の車です。どうぞどうぞ、あの、鍵渡すんで。めっちゃ似合う、ガミと。変更してないの？これはいい車だ。かわいいな。そこら辺一周していいっすよ、マジで。マジ早いんだ、それ。へぇー。早い早い。ほんとだ、ライデンみたいにキュッて。ちょっと滑るけど。早い。あと一発でね、最近ね、こうやってトグルロープ出さないでポンって出すようにしてるんですけども、ゲームの中のコマンドを使ってます。おかえりなさい。とうただいま。とうとう、何、皆さんにこう話があるんだよね。うわ、何、あ、重くない重くない重くない、あ、オッケーオッケー、全然重くない。重さレベル 3.3。昔運命の人占いしたじゃん、ミニャセンと一緒に行ったじゃないですか。ミニャセンの占いについてって俺は、うんうん、その時にミニャセン の占い結果で悪い人が運命の人みたいな風に出たじゃないですか。うわ、でもあれ今月の系だったからな。でもその3日後か2日後にさ、シャンクスさんにさ誘われてたじゃん。うわ、覚えてない。そうだった。そう、あのなんか牢屋でなんかダウジングかなんかに誘われたみたいなこと言ってた気がする。ああ、それがそうなら、すごくない？繋がってたのかもしれない。あれ、俺だけこんなになんか今ドキドキしてるの、なんかすごくない？すごくないと思って。ドキドキしてんの。うん、なんか、占いってすごいな。なんだよ、なんか俺だけなんかワクワクしちゃってる感じじゃないか。いや、可愛いなと思って。なんか、占いがみたいな。なんだよ。そういう、あ、はい。頭。オッケー。ヒョン吉はさ、占いなんかしたりしてないの？占い、当たった？いつにと言ったりしてて、うんうん、当たってる感じがする。あ、どこの占い行ったの？くるみさんですね。あ、はいはい。3月は、うん、過去の、なんかツケが回ってそれを生産する月って言われて、この間の話の後にそれ怖いんだけど、だからそれがなんかそれだったのかなみたいな。まだこれからだね。いや、でも月末には収まるって言われたから収まったのかなと思ってるんですけど。あ、そっか、3月末までの話。そうそう。あ、おかえりなさい2人とも。出たい、行くぞ泉。はい、ユニオン、いってらっしゃい。ユニオン、神泉、向かいます。行きます。高速穴の方までは行かずに、あ、行かずに、はい、うん、あの手前にいるので、ヒノランさんがパトカーの中に、これか、そうそう、そっちの方から拾える。あ、いた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 、 OKOK、 担架かなんかでさささっと、ナイスナイスナイス、ありがとう。なんか2人だけの名称みたいなの作ってた方がいいかも。2人だけの名称なんかやらしいこと言って、ちょっと静かにして。ヒノラン病院の前に置きました。拾います。またそうやってイチャイチャイチャ。違う違う違う、なんだ今の会話。かそっち側じゃなくて、うん、階段登る入り口、そっか、なんて言えばいいんだろう。後ろ、はい、難しい。穴の周りなんですよ。穴の周り。あ、オッケー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 。そこ単価。オッケーオッケーオッケー。ゲット、ナイス。ナイスナイスナイス。ありがとう、ナイス指示。あと。ナイス指示。病院にもう一人運びます。了解。で、さっきの位置の入り口から見て右側の側面の方にもいたので。オッケー。その角のとこ、あ、いいいいいい。でもちょっと奥だな。届くかな、そこ単価。届かないかもね。そっか、この内側の数ってことか。オッケーオッケーオッケー。大丈夫ですか？あ、ごめん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 、本当にごめん。ラシマさんか？本当にわざとじゃなかった今のは。ごめんね。大丈夫だ。あ、ごめんね、ラシマさん、ごめんね。ナイス、泉、個人より先に拾ってやった。
ナイスです。ナイスです。お手お願いします。助けて。難しいですね、あの指示出す方も。あそこ違う、右とか一回現場視察行く。あ、そうですね。こっち穴側の車線って言ったらこっち側じゃん。こっち側の車線、工事現場がそこにあるから工事現場側にする。工事側、工事側、うん、工事側。パス。おお、久しぶりじゃん。久々。いや、何してたの？寝てた。寝てたんだ。でも起きてきてよかった。なんか急にバタッといなくなる人いるからさ、最近。そうなんだよ、俺も急にバタッと寝た。寂しいよそれは。おいおい、嬉しいこと言ってくれるじゃないか。あ、うちのバイトが帰ってきた。あ、そう、さっきその人助けたわ。そうなの？そう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 、本当じゃ。おはようございます。先ほどはどうもありがとうございました。頑張ってください。ちょっと大変だろうけど、マリ肉屋さん。まあ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 、そんな多忙なあなたに。これも何これ、粉怪しすぎるでしょ。また粉だよ、粉。ただの粉ですよ。初回は無料。何の粉なの？初回は無料。欲しくなったらマリ肉屋に。原材料何これ？原材料は粉です。粉の原材料を聞いてるんだよ。粉の原材料は粉です。粉粉。あ、バカじゃ。そうだ、カラオケ。あれ、あのちゃんとあのクリアしたんで好きにやって大丈夫になった。え、あのあれ言ってた、あれいいってこと？言ってたあれいいけど、表だって載せないでほしいな。なんか言われたら歌っていいよみたいな。わかった。さ、あの救急隊の人とか。泉はなんで興奮して。ラのやつ、ラのやつ、ラのやつ。私あれも聞いてないんで、聞けるってこと？ラのやつ。いや、俺は歌わないよ。え、俺は歌わないよ。なんで？せっかくだからみんなで歌ってるの。ちょっとジンマシン出てきた、ジンマシン出てきた。聞きたい聞きたい。誰か歌ってくんないかな。ピンコがね、一番喜ぶから。今さ、今あの、そんなに喜ぶかな。いや、多分一番喜ぶから、あのさ、電話でさ、スピーカーするからさ、ガミとも伝えてくれない？俺が伝えるの？一番喜ぶ、もちろん。バカじゃ、行動力の塊だな。ピンコ、ちょっと30秒から1分時間もらっていい？スピーカーにするね。はい、スピーカーにした。聞こえる？聞こえる？ピンコさん。あー、こんにちはですわ。ピンコさん、ダのやつあるじゃないですか。ダのやつ。ダのやつ。あー、もうやばい。話しよう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。それね、音源使って大丈夫ですから。あ、いいの。うん、大丈夫になった。インスト音源があるんでしたっけ？あ、インスト音源欲しければ渡すよ。あ、そこまでしてくれるんだ。まあ、そんな言ってもらえるのもなかなかないから、嬉しいは嬉しいらしい。いやいや、私はめちゃめちゃ。あ、そう、俺も、俺じゃないけど、多分嬉しいと思うから、いろんな人が。バカじゃん、やったー。ありがとうございます。一番喜ぶと思って。じゃあ、よかったよかった。めちゃめちゃ嬉しい。ありがとうございますわ。いや、本当にありがとう。じゃあ、それのご報告でした。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。ではまた。はい、また。失礼しますわ。またね。だって喜びすぎて、なんか一瞬理解できてなかった感じだもん。興奮してたね。ちゃんたちの牧場、大変危険な状態なので、お手伝いしてくれる方を募集しています。大変危険な状態？何が危険？どこ？何をしたらいい？お世話ね。なのがない。あ、救急隊の牧場。あ、この間あれか、みんなが言ってたやつ。そっか、ガミ行ってなかったかな。あ、本当だ。お待たせしました。ごめん、上がってない。おもみ先輩、ウサギはやってないですよね。ウサギは残念ながら。残念ながらじゃなくて、やっちゃダメですからね。なんで？ダメですよ、ウサギは。なんで？いるでしょ、ここに育ち盛りのウサギが。なんで育ててダメなの？ダメですよ。もう大きくなってきたから。ゲームデビューさせるだけだよ。あ、そっか、ゲームデビューしてるんだった、おもみ先輩のは。そうですよ、そうですよ。ウサギ育てていいです、大丈夫です。桃美先輩、芸能デビューするだけなんで。
になったので花見行きます。多分そこだけ。わーい、来た来た来た花見。これ一掃せてもらっていいですか？船着き場集合ですか？了解です。船着き場集合です。ではお花見に行く方は大金をお願いします。はーい、神崎大金。このまま花見会場、あの、これ行っちゃえば、行っちゃう。今のダウン、急住宅、あの帰り道際なんで向かいます。ありがとう。拾ってくるね。あ、システマ使ってない？あ、じゃあ大丈夫？システマ使ってる。ダウンの前に使うもんじゃないのかな。ダウンした、ダウンした後システマ聞いちゃってるじゃん。カメアリさんだ。すいません、ちょっと行きますよ。いいよいいよ。なあ、船で行くんだよね。本当に申し訳ございません。船着き場集合らしいです。お大事に。ありがとうございました。お大事にだよ。ありがとうございました。システマ使ってたから大丈夫だよ。まだ痛い。まだ痛いんだ。そりゃ了解。はい、助けます。ありがとうございます。花見組、無線切り替えます。オッケー、アイスパックお願いします。了解。うわ、飛行場来てるし。え、怒ってるこれ。飛行場、あ、これがお花見会場ってこと、うん、じゃないよね、スワットしかいない。じゃないよね。花見は上の方ですね。公務員はこういうもの。飛行場対応したら花見向かうんで、どんどん退勤しちゃって大丈夫です。皆さん、普通に PYC 向かいます。お願いします。退勤も胸のツイートしてから向かいます。いつも先輩がやってくれてるからな。俺右のが結構ねじれてた。救急隊が今からいなくなるから、次ダウンしたら個人さん呼んであげてください。わかりました、わかりました。よかった、はい、じゃあもうギリギリのタイミングだったんだ。今からみんなでちょっとお花見行くんだわ。楽しんできて。いいな。めっちゃいいっすね。なんか、あ、いい。え、どっか桜咲いてるとこあるんすか？なんかあるって言ってたよ。マジっすか？俺わかんないんだけど、そういう風に言ってた。はい、あ、そうなんだ。ちょっと場所分かったら教えてくださいよ。俺も行きたい。じゃあまたね。はい。急げこれ向かいます。う、泉、はい。あ、ガンビン、花見来ないですか？花見行くけど、今救助が次から次へ出てるから、落ち着いたら行こうかなぐらいな。そんな、今からもうみんな船に乗るので大丈夫？2箇所出た。大丈夫、うん。あ、先行っちゃっていいよ。あとヘリで向かうよ。あ、了解。ヘリで向かえる場所かな、あ、分かんないですけど。でも今2人救助するからあと5分、6分、7分くらいかかるから先行っちゃって大丈夫。もうあの霧が良かったらとっとと退勤しちゃってくださいね。そうだよね、OK、そうするわ、うん、ありがとう。無線が 8.73 です。無線が 8.73 ね。ありがとうございます。はい、花見、花見で覚えてください。はい、ありがとう。はい、じゃあ待ってます。はい、はい、頑張って。ありがとうね。あげころちょっともう一軒行くね。あ、はい、大丈夫です。あ、ゴンさん、うん、ゴンさんも大変だったね。びっくりした、本当に。お疲れ様だよ。はい、おやすみ、ありがとうございました。はい、お大事に。はい、ありがとうございました。あ、ごめんね。はーい、まあ、こうやって心配して一人でいた時に電話してくれるのマジでなんか心理的に嬉しい。もしもし、今終わった。お疲れ様、ありがとうございます。いい、全然全然。どこに向かったの？大戸屋来れますか？大戸屋まで行けばいい。 OK、行きます、うん、はい、退勤切ってくださいね。切りました。はい、ナイス。ありがとう、じゃあね。はい、優しいな、泉。そこら辺、あ、閉めた。ありがとう、ありがとう。ナイス、お疲れ様です、ありがとうございます。行きましょう。あら、レッゴー。落ちないの、すごい。